太平洋フライ級タイトルマッチ12回戦を行います。赤コーナー、東洋太平洋フライ級チャンピオン、111パウンド2分の1畑中ジム所属、中野博史。いよいよ来年にも世界へアタック、中野博史です。青コーナー、挑戦者、東洋太平洋フライ級10位112パウンド大国パナムデッド大湯田中。今日の中野の挑戦者、パナムデッド大湯田中音です。ジャッジサマートちゃんクケロイ大国、レフェリーは日本原田武雄、そしてジャッジが日本伊藤孝臣、そしてタイのサマスチャンタクロイです。 OPBF ルールは3ノックダウン制です。ラウンド中3回目のダウンで自動的にストップします。ダウンした場合は全てのラウンドゴングには救われません。偶然のバッティングにより負傷して試合続行が不可能の場合、4ラウンドまでにストップしたら引き分け、それ以降はストップしたラウンドも含めて採点、そして負傷判定へということになります。薬師寺さん、中野いよいよ来年にも世界挑戦ということになりますから、はい、ここはきっちり勝ちたいですね。そうですね、このところね、ちょっとすっきりしない試合が続いたんで、はい、今日は見せてほしいですね。はい、はい、まもなくゴング、いよいよ OPBF フライ級戦です。第1ラウンドが始まりました。 OPBF 東洋太平洋フライ級タイトルマッチ、チャンピオン背中が見えています、金髪のサウスポー中野博史、そしてこちらもサウスポーです、タイのパノブデット大湯田中音。第1ラウンドが始まりました。中野としてはもういよいよ来年にも世界挑戦へという、そういう青写真があります。過去3回の防衛戦は非常に苦しみました。今日はとにかくすっきりと勝ちたい、そういうことを中野は言っていました。まず渡嘉敷さん、はい、中野のまず立ち上がりの動きご覧になってどうですか。ジャブも速いしね、かなりいいですよ。はい、はい、まあ、目がいいですね、目が。今日よく相手のパンチ見えてますね。はい、はい、もう薬師寺さん、はい、行くときには1ラウンドからでも行くと、うん、そう言ってますね。右も出てるし、はいはい、まあ、でももっともっともう最初のうちにペースを掴んで、まず同じサウスポー同士なんで、もうお互いに右ね、なんか、はい、特に課題の右フック、たくさん使っていきたいですね。はい、渡嘉敷さん、とにかくもう勝つだけではダメなんだと、はい、世界を言うためには、世界をアピールするためには、そうですね、ということですね。でも今まで苦しんでね、強豪と戦ってきてるんで、はい、かなり今日はそれがいい勉強になってると思いますよ。かなり余裕とかなりタイミングがいいですから、はい、面白いですよ。 OPBF 東洋太平洋フライ級タイトルマッチ、 WBC の世界ランキングはフライ級現在4位という中野博史、ここを勝ってもういよいよ来年にも世界のベルト挑戦へという青写真を描いています。いいですね、今のジャブね、はい、綺麗なワンツーで勝ちたいんです、こう中野も言っています。スピードもありますね、はい、とにかく過去3回の防衛戦、まあ、いずれも勝つには勝ったんですけども、納得して声高らかに世界へという、そういう主張はできませんでしたからね。そうですね、その中の今日はいいですね、距離もいいですね。そうですか、見てますよ、左のボリー。第1ラウンド比較的静かな立ち上がりになっています。東洋太平洋フライ級タイトルマッチ、チャンピオンの中野博史が今日4回目の防衛戦、相手が不気味ですよね、どういう選手なのかわからないっていう感じのね。中野ももう全くビデオは見てないそうですね。あえてビデオも見ずに、そしてこの試合に臨むと。今のタイミングもいいですね、ジャブのね、はい、頭気をつけた方がいいですね。そうですね、お互いね、結構相手ガード硬いんですけど、はい、くぐってジャブが入ってますね、非常にいいジャブ打ってますよ。日本人との対戦も豊富です。これで5回目の来日というタイのパノムデッド大湯田中音、赤と青のベルトライン、ともに銀色の白く輝くトランクスです。第1ラウンド、もう時間がありません。いいですね、いいパンチが当たったところで第1ラウンド終了です。
放送席ご紹介いたします。元世界チャンピオンの2人、渡嘉敷達夫さん、そして薬師寺康生さんです。どうぞよろしくお願いいたします。まずは渡嘉敷さん、はい、第1ラウンドの中野の動きですね。そうですね、やっぱりあの今まで戦ってきた経験が、ね、生きてるって感じしますね、はい、あの余裕でこの、あの距離を取ってますから、はい、でいいタイミングであのジャブ の, あの相手のガードをくぐっていって中に入ってますんで、はい、かなり伸びてる感じがしますね。なるほど、はい、薬師寺さんも同じ見方ですか、うん、あのリードブローたくさん出てるし、はい、で右の使い方、それから先輩言われたように距離感の取り方いいですね今日は、はい、第2ラウンドです。第2ラウンドが始まりました。 OPBF 東洋太平洋フライ級タイトルマッチ、チャンピオン中野博史、そしてパノムデッド、サウスポーとの対戦は中野は2回目ということになります。その時には1ラウンドでノックアウトで倒していますので、もうこれ薬師寺さんも実質初めてとこれ言ってもいいでしょうね。そうですね、だから戸惑いっていうかそんな全然なく自然ですよね、はい、調子いつもよりいいんじゃないですか。なるほど、うん、左のストレート、パノムデッドのパンチが軽くヒットしました。甘く見るとやっぱり怖いですからね。なるほど、堤トレーナーは、ま、中野に対してはその左首の傾け方がどうしてもこう右対戦用になってしまうと、うんうんうん、そこだけ改めればいいんじゃないかと、特に心配していないということでした ね、 もっともっと右に回ってもいいような気がしますけどね、はい、右フック、このフックもっと踏み込んで打ちたいですね、はい。高田さん、はい、赤コーナーサイド畑中会長はですね、立ち上がりの動きが非常にいいと言ってますね。なるほど。でリングサイドから盛んにこのナイスジャブという声が飛んでます。今日は右のジャブがいいようですね、はい、それから相手のパノムデッドですけれども、大きく振ってくる左、これを不用意にもらわないように、これさえ気をつけておけば大丈夫じゃないかということを言ってました。そうですか。伊藤アナウンサーからリポート入りましたが、まあ、その大きく振ってくるパンチを食わないようにと、はい、まあ不用意なパンチっていうのはね、効きますからね、はい、あいい服だな。ここまでは渡嘉敷さん、好きなく戦ってますか、はい、そうですね、余裕を持ってあの戦えてますね、はい、さあ左右の服、カウンターもいいですよ、ね、第2ラウンド、そろそろ中野エンジンがかかってくるか。4回目の防衛戦、東洋太平洋フライ級タイトルマッチ、少しずつダメージ与えてますよ。なるほど、はい、前には出てるパノーデッドですが、中野のパンチがヒットしています。第2ラウンド、いいですよ、よく見てますね、見てますね。現在の WBC フライ級タイチャンピオンがタイのポンサクレック、そのポンサクレックがサウスポーということで、まあ仮想ポンサクレックということになるわけですね。サウスポーは得意って感じもしますよね。なるほど、本人はもう全く気にしない、そういうコメントです。おいナイス、今の右フックいいですよ。ここまでは非常に隙がない中野の動き、このバッティングだけは注意したいですね。おいね、あのお互いこの似たような背格好だしね、スタイルがやっぱり似てるんで、どうしてもしょうがないですね、はい、中野の身長が161センチ、そしてパノムデッドが165センチということですが、もう頼むでと、ガードはいいですね。あ、そうですか、あのガードのいい中でパンチを当ててるんですから、かなり、うん、いい感じですよね、チャンピオンね、比較的静かに第1第2とラウンドを進めていますが、中野のパンチが的確に当たっています。第2ラウンドが終わりました。4ラウンドが始まりました。中野博史、今日が4回目の防衛戦、3ラウンドに少しパノムデッドの パンチをもらうというシーンがありましたが、ここまではまずまず余裕を持った立ち上がり、そんな印象です ね、 うんね、ちょっと3ラウンド、ね、はい、少しパンチもらったのでどうかなと思うんですけど、多少前半から比べるとジャブが減りましたね、手数が、はい、中野の方が、このジャブもともと速いジャブ打てると思うんですよ、はい、うん、だからもっと打った方がいいですね、あとこのまま打たなくずに相手のね、いいでしょう、今の、さっきのラウンドからちょっと打たれはしてますけども、カウンターをね、はい、うまく取ってるんですよ、はい、あれを今タイミングよく測ってるんで、あれに力が入ればひっくり返せますね、はい、前回のチャンウヒーとの防衛戦ですが、まあ、中野としてはカウンターを狙いすぎてしまって少し苦戦したという反省があります、うん、ね、相手のペースに引きずり込まれないことですね、はい、いや、いいですよ、今のね自然に打ってますよ、軽く今のも軽くカウンター取ってますからね、はい、まだ余裕ありますね、十分に、はい、中野余裕を持ってここまでを迎えています。 VTR は全く見ていないという中野、
高田さん、はい、このインターバルでの働く会長の指示なんですけども、相手のその左手の方、つまり中野の右足の前の方にですね、はい、頭を倒して、そしてその時に左を出せという指示が飛んでますね。なるほど、はい、いいですよ今のカウンターということになりました。聞きましたね、今のカウンター、はい、聞いてますよ、聞いてますよ。少し可能性の動きが変わったか、ハイオタウンド、このボディ狙いたいですね、右のボディ。さあパノモネットも車輪に前に出てきますが、中野落ち着いています。中野うまくカウンター取ってますよ。チャンスを迎えるか、よく見てます。はい、ちょっと低い左。さあ中野ここは冷静に攻めたい。相手のパンチも見切っています。中野ここは余裕を持って勝ちたいんだ、そう話していました。いやパノモネットもね、かなりねパンチ浴びてますけども、はい、ガッツで攻めてきますね。なるほど、右のフック、中野さあ細かいパンチと応酬になりました。もう中野君相手のパンチね見えてますね、もうね。そうですか、ええ、今度からカウンター取りに行ってますもん、カウンターを狙いに行ってるという中野。第4ラウンド残り時間は30秒、一つ大きなチャンスを作った第4ラウンドです。相手の打ち終わった後を打ちたいですね。はい、はい、左、いきなりの左、これ第4ラウンド、もう残り時間が15秒。ここは一つ4ラウンドで大きなチャンスを作った中野、攻め込んでおきたいこのラウンド終盤。あのね、ちゃんとね中野君計算してますよ。そうですか、ゆっくり打ちながらね、このパンチが次当たるなっていう、次のラウンドに使うパンチに聞いてますね。はい、第4ラウンドが終了しました。第7ラウンドに入ります。チャンピオン中野宏対挑戦者パノモデット大湯田中尾。第6ラウンドまでは薬師寺さん、非常にもう面白いような、もう中野の展開という形ですね。高田さん、はい、高田さん、はい、赤コーナーサイドからね、もう当たったらいけとゴーサイン出ましたね。あ、そうですか、はい、もう倒していけと、はい、さあ中野ここで一気に決めるんでしょうか。もう赤コーナーサイドからはゴーサインが出ている。さあ中野が攻める。いいですよ今の右、やっぱ軽く入りましたね、しかも右からきっちりと攻めていきます。サウスポー対策も万全。右から左、中野リングの中央回りながらパノムネットを面白いようにパンチが捉えます。バッティングの注意がありました。時間はまだまだたっぷりあります。第7ラウンド、今日は中野実に右が出ています。細かいジャブ、そしてこの強いジャブ、いいですね、はい、そしてしっかり右に上がりながら、早く倒すよりね、計算されて倒した方が僕は勉強になると思うんですよ。なるほど、上に行くにはここまでいいですよ。今計算されてますよ。完全なペース、天才ぶりを見せつけています。場内盛り上がってきた。ここで決めるのか中野。聞いてますよ、相手も聞いてますよ。聞いてますね、よく頑張ってますね、相手もね、相手もね、相手がガッツありますよ。しかし中野もここはもう面白いようにやっていきます。しかも相手のパンチは完全に見切っている。中野ここで決めるか。場内湧いてきた。いいですよ、完全に強弱つけて打ちたいですね。なるほど、はい、ですからもう強いジャブ、そして当てるジャブと、うん、そうですね、このあたりもここまではきっちりできてますね。上下の内訳も、はい、大丈夫だし、はい、面白いようにパノモデットの顔面を捉えます。中野、そう、今ねまだそんな力入れてないんで、はい、力入れて当てたら倒れますよ。なるほど、まだそんなの中野本人が言ってるという感じではないんですね。まだ余裕なんですよまだ、はい、それでももうこれだけの差がついています。中野も相手が頑張るなと思ってるでしょうね。なるほど、しぶといと思ってますよ。相手が頑張ってるんですよね、これは。しかしこれ表情には全く出てませんね。パノモデットも頑張ります。左右のパンチが捉える。軽いパンチですがきっちりと捉えています。いいですよ、ボディ打ちたいですね。ボディですね、はい、ボディ打ちましょう。残り30秒、さあこのラウンドで仕留めるか。中野余裕を持ったまま世界にアピールするか。さあもう相手はフラフラ。中野のパンチが面白いように捉える。さあもうあとわずか、あと一押し、もう時間がない。しかし中野このラウンドは圧倒。中野のパンチが面白い。挑戦者頑張ります。第7ラウンドが終了しました。10ラウンドが
始まります。勝負は残り3ラウンド。ここまではもうポイントでいくと圧倒的に中野、もう終始これ薬師寺さん中野が取っているというそういう試合ですもん ね、 だからもともと自分で攻撃の幅を広げるために練習しちゃえばいいんですよね、もともとは足使って右使って、もう倒そうと思わなくても、ね、やっぱりいいと思うんですよ、さあこのラウンドも中野の右からの展開、非常に面白いようにパンチが当たっています。右のジャブ、まだこう思い切って振るったというようなパンチはないんですが、ね、今日たまにね前の試合でも大振りのパンチ出てたんですけど、今日は出てないですね、非常に落ち着いています。中野博史、この試合の前には WBC フライ級3位の本田秀信とのスパーリングを大阪で行ってきました。世界のレベルを肌で感じたという中野、そしてそのサウスポーの本田に対してもきっちりと合わせてきまして、サウスポー対策も万全。そしてその頂点には WBC 世界フライ級チャンピオンのポンサクレックがいます。仮想ポンサクレック、このパノムデットをきっちりと自分のパンチで自分の展開で料理しています。中野博史、細かいパンチを浴びせています。左のジャブ、そして右、いいですよ、右のジャブです。これです、今日の中野の非常にいいところ。あー、もう疲れてますね、パノムデットもね、もう惰性でやってるって感じですけど、たまにこうフルパンチがあるんで、それ気をつけたいですね。そうですね、大振りのパンチ、この不用意なパンチに当たらないようにそうですね、有志は出ていました、それを時折もらってしまうことがあるので、あー、もう動きが止まってますねパノーデッドですから、もう渡嘉敷さん、これもいいパンチが当たればもう試合はすぐにでも終わるんですが、もうね、本人も投げたがってるかもしれませんね、なるほど、かなりジャブ効いてますよ、カウンター弓に入ってますからね、細かいジャブだけでも効いているという、このジャブ、このジャブが効いています、いいですね、いいジャブだ、かなりいいジャブですよ、今回中野は減量はどうだったんですか。少し苦しんだということでしたけども、まあ、それでもスパーリングもきっちりできたし、調整自体にはもう不安はないということでしたね。時折打つね、右アッパー僕いいと思うんですよね、あれもう少し使ってほしいですね、上下の内訳というところも課題になってくる中野、しかしここまでは右のジャブ、徹底した右のジャブ、この細かいパンチの応酬で中野が終始パノムデットを圧倒しています。この右のジャブですね、止まらない方がいいですね、ここでもっと動いてという中野、そう、あ、いいですよ。第10ラウンドが終わりました。11ラウンドに入りました中野博史、ここまで全く危険なシーンはありません。中野終始パノムデットを圧倒していますが、序盤からこのバッティングについては注意は受けていました。このパノムデット少し序盤に中野が目の上を若干切ったというシーンはあったんですが、ほとんど影響ありませんね。もう中は止まってますね、さあ中野の右のジャブ、細かいジャブで蹴りをつけるのか。この11ラウンド細かいジャブ、もうあと何か一つ、相手のジャブに合わせて左スイング欲しいですね、左フックね、左のフックが欲しい。この中野本人は綺麗なワンツーで決めたいとこう話していました。今日はね、珍しく大振りのパンチが出てないんですよ。ないです ね、 そうですね、細かくじゃいいんですけどね、何か一つの目的を持って徹底しているという印象です ね、 まあセコンドからももう右のジャブを出せという指示は飛んでいると思うんですけど、ただここまでは大振りのパンチも目立った中野ですけども、明らかに成長の後というのは薬師寺さん、細かく言っていいですよ、ここでやっぱり攻めどころとやっぱり試合に山場を作るということを課題に、本人も、セコンドもあるんじゃないですかね、いいにはいいんですけどね、ジャブ出して回って、ですけど、ご覧のように細かいジャブ圧倒しています中野博史。パノムデットもさすがにもうガードが下がる、手をだらーんと下げると、そういったシーンも見られます。明らかにもうスタミナは消耗していますが、それにしても渡嘉敷さん頑張りますね、パノムデットもね、ガッツありますね、
もうセコンドからの指示は、ね、ダメージが、ね、かなりあると思うんですよ。そうでしょうね。だからあまり長く持たせたくないですよね。危険ですよね、はい、さあ細かいパンチの応酬から中野、もう大振りのパンチは全く一切ありません。さあここもショートレンジからの、まあ、長い右のジャブ、いいですね。もう確実に決まってきましたね、はい、もう短い距離からでも中野のパンチが当たります。いい11ラウンド残り1分を切っています。倒せそうですね。いけそうですか。残り40秒効いてますよ。さあ冷静に、ここは冷静に中野一発を狙っているのか。よく頑張りますね挑戦者。挑戦者も頑張ります。パノモデット11ラウンドまで来ています。中野が終始パノモデットを圧倒。いいですね。細かいジャブ、右のフックを対応してもいいですね。右のフックを、はい、ジャブは出てますからね。ジャブは出てますね。そして上下の内分けということになるんでしょうが、右のフックのカウンターをねコツコツ当ててるんですよね。はい、もう11ラウンド時間がありません。ここで11ラウンドが終了しました。いよいよ勝負は最終ラウンド12ラウンド OPBF 東洋太平洋フライ級タイトルマッチ、チャンピオンの中野博士の4回目の防衛戦、すっきりと勝って世界へアピールというそういう目論みがありましたこの試合。ここまではパノモデットにつけ入る隙を与えず、中野のペースで12ラウンドまで来ました。世界を狙うためには一切隙を見せたくない、そんな中野、このラウンドも細かいパンチを浴びせて、そして相手のパンチはかわして、こういう展開がずっと続いています。圧倒的な実力差を見せることができました、ここまで。しかしパノモデットも、もうパノモデットが勝つには FC さん、うん、ノックアウトしかありませんから ね、もうポイントの差は明らかですから、はい、だから中野はもうあのボディ打ったり、はい、上下打ち分けしたり、試したいですよね、はい、うん、渡嘉敷さん、試合前に中野がこう考えていたこと、これ試合にきっちり出てますかね。そうですね、あの、いい勉強はできたと思いますよ。そうですか。コンビネーションの当て方とか、はい、はい、このラウンドもう相手も嫌がってますよ、まともに当ててもレフリーストップさせたいですね。そうですか。もう細かいパンチ、大振りのパンチは中野今日は一切ありません。でも相手も出てきますね、はい、勇気ありますね。もう最後です。泣いても笑ってもこの12ラウンド、パノモデットもタイトルを狙って必死に前に出てきます。しかし中野がそれを突き放すというそういう展開になっています。パノモデットも疲れているはずですが、しかし前に出てきます。それに合わせて中野のこの終始止まることのなかった右ジャブ、これを見せています。さあ中野君 もう左右フック、はい、右アッパー、はい、左アッパー、どっちでも入るあの角度にあるんですけどね。そうですね、最後にこれ使ってほしいですね。はい、渡嘉敷さんはもうその左のフックチャンスがあるんだからという話でした。そのパンチが出るかどうか、それとも中野がこの細かいジャブにこだわってこういう形で圧倒したという姿をファンに見せるのか。最終ラウンドもう残り1分を切っています。ここまでは完全に中野、中野終始攻勢、今がチャンス、これチャンスですね。ノーガードになった時はチャンスでしょ、はい、相手が打ってきた時はチャンスです。相手が打ったすぐ後、そこを追いかけることができるか。もう残り30秒を切っています。大振りのパンチ一切なし、徹底した中野のコツコツとしたパンチ、いい、ね、はい、力が抜けてますよね今日の中野はね、はいはい、いい意味で実にリラックスして戦えています今日の中野。さあ最後の10秒間攻めていく中野、大盛り上がりの会場、中野終始圧倒。ここでゴング試合終了、中野が圧倒して勝負は判定です。勝者中野、中野が勝ちました。圧倒的な判定、つけ入る隙を与えませんでした中野、4回目の防衛成功です。今日の解説は渡嘉敷勝雄さん、薬師寺康生さんのお二人でしたが、まず渡嘉敷さん、はい、世界に向けてこれは相当のアピールが
できましたか。そうですね、あのステップの使い方と、はい、あの今日はもう力んでないボクシングができましたよね、あと距離感が良かったんで、はい、もう少し今度はその強弱にもっと力を入れたパターンで決めれば世界面白いですね、はい、はい、薬師さん印象はいかがですか。今日、ね、序盤からジャブが出て、はい、足使えてっていうので3ラウンドにね、チーで言うなら3ラウンドにちょっと相手のパンチもらって、はい、その時やっぱりジャブも出てなかったし足も止まったと、うん、だからでもそういう1ラウンドでも気を抜かないボクシングをすれば、はい、まだまだ伸びますね、はいはい、中野4回目の防衛戦 3-0 圧倒的な大差で防衛しました。山田一郎様に勝者カップが贈られる。ということで中野選手4度目の防衛戦は判定勝ちという結果でした、まあ、立ち上がりは文句なしの中野ペースだったんですが終わってみると意外と苦戦したかなという気がします。実は中野選手試合中に利き手の左手を痛めてしまったようなんですね。今中野選手に電話つながっていますのでご本人に直接伺ってみましょう。中野さん、はい、今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。今怪我の状態いかがですか。そうですね、ちょっと左手がもう腫れ上がってる感じで、痛いです。痛いですか、はい、でもねずっと試合見ていますといつ怪我したのかなと私全く気づかなかったんですがいつ頃怪我されました。はい、そうですね、前半3ラウンド4ラウンド目のチャンス、多分4ラウンド目だったんですかね、チャンスを迎えたところでありましたね。はい、ボキッといっちゃったんで。ボキッ。あ、そうなんですか。ではそれ以降どんな状態で戦ってたんですか。いやもう前半から右が今日はいい風にヒットしてたんで、はい、まあそれでね、もうジャブジャブでなんとか回し回しっていうか、ね、なんとかしのげれるだろうなと思ったんで、やっぱ右が今日は良かったですね。最高でしたよね。はい、そうですか。ではもうとにかく中野選手にとっても左手本当に大切な存在ですから、もうその今日の黄金の右手と復活したその左手でもう今度は完璧な試合が見られると信じていますので、はい、はい、まずはお大事になさってください。はい、どうもありがとうございました。今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。という中野選手です。